すいません、まず啓示というものはやってみてどうでしたでしょうか。まあ、そうですね、まあ、結果的に、うん、そうですね、どうだろうな、まあ、やりやすい部分とやりにくい部分ってやっぱりありますね。やっぱ普段リングで戦ってるから押し込んだ時とかやっぱ若干何していいか戸惑うとことかあったし、逆にこう倒しやすかったりもしたし、まあやりやすかったりやりづらかったりしましたね今日は。まあ、ケージに押し込んでのテイクダウンとかあったんですけど、ケージは研究されてはきたんですか。まあ、そうですね、やっぱ練習先でもやっぱ壁とかがやっぱケージと要は一緒じゃないですか、壁があると。まあ、やっぱそこで倒し際とかの研究は結構してましたね。まあ、それは今日試合で少し出せたかなって思います。あと試合の感想とか相手の印象をお願いします。そうですね、相手の印象、相手の印象、やっぱ思ったより下から攻めれた、相手三角とかしてきたし、あの辺はちょっと舐めてましたね。そうですね、勝ったってことについてはもう今日の、まあ、良かった部分ってその結果だけですね。内容はもうダルダルで、やっぱりリップのリングではやっぱ自分の決めの強さが売りだったんですけど、今日じゃやっぱ誰にも伝わらなかったと思うし、まあ、その辺はまだまだ俺単純に未熟なんだなって思いましたね。ありがとうございます。ありがとうございました。